テテベン歴史博物館テテベンの街の中テテベンは、ブルガリア北西部の街、よび、それを中心とした基礎自治体。ロベチ州に属する。バルカン山脈の麓、と、リト川の両岸に広がる。テテベンは1421年の文書に、初めて記録される。街の名前は、テテヨという人物の一族にちなむと考えられる。テテヨはこの地方に初めて住み。 ここに町を築いた人物である。町の古い名前には、テテュベンやテテュベネといったものがある。16世紀から17世紀にかけて、町は栄えたが、トルコ人による略奪者集団によって1801年に襲撃され、町は焼き払われ、破壊された。3000軒あった家屋のうち残されたのは4軒のみで、あった。後に町は復興され、19世紀には、 ブルガリアの独立を求める武力闘争が起こり、バシルレフスキによる内部革命組織の革命化を保護した。毎年夏になるとテテベンではチェスのトーナメントが開かれる。これはブルガリアで最大のチェスの催しである。2006年に開かれた第21回大会では、ブルガリア各地から集まった130人の選手が参加した。南極大陸のサウスシェトランド諸島にある リビングストン島のテテ弁氷河はテテ弁にちなんで命名された。テテベン基礎自治体には、その中心であるテテベンをはじめ、以下の町村が存在している。ありがとうございます。